お嬢様に、去るお方からでございます。活動資金として必要な額を書き込むようにと。そういうのは受け取らない主義。あら、もったいない。リュリーティスだって働くんだろ。それはそうだけど、もらえるものは別腹じゃない。いや、生活費は自分で稼ぐ。もう強情なんだから。でもそれなら支配人さんに相談してみたら。私がホテルで働かせてもらえたみたいに、何かお仕事があるかもしれないわ。確かに。支配に何かない？それでしたら。わかった、頑張らせてもらうよ。どちらになさいますか、お嬢様。お気をつけて。どちらにお呼び。それでは。浄化開始。シアルフィエリア。
落ちろ。ハッテイタン。
お嬢様、お帰りなさいませ。今宵の狩りはいかがでした？いつもの調子さ。勝っても勝ってもキリがないね。狩りにもだいぶ慣れたご様子ですね。よろしければ少々私にお付き合いいただけませんか？いいよ。ではこちらへ。地下に降りるの初めてだな。ワイナリーでもあるのかな？宝物庫？それとも秘密の抜け道？ついてからのお楽しみでございます。おっと、結構降りてるよね、これ。50階を過ぎたようですね。いつもここらで揺れるんですよ。50階？今50階って言った？当ホテルは普通のホテルではございません。それゆえ聖女様やエージェントの受け入れ先に指定されているのです。そうだった、教皇庁の指定ホテルだものね。何があってもおかしくないや。さ、どうぞ。これはホテルエンデ地下99階イニシエの闘技場にございます。代々のエージェントが魅了し従えてきたセルヴァンたちが登録されています。中にはもう主が戻らぬセルヴァンもいるのですが、人間の寿命がわからないのでしょう。ここで帰りを待ち続けている者もいます。お嬢様に時々相手をしていただければ、この者たちの寂しさも紛れることでしょう。私の他にもセルヴァンを従えていた先輩エージェントがいたんだね。分かったよ、時々様子を見に来る。ありがとうございます。それではお嬢。セルヴァン！フッ！さあ！フッ！セイハイ！落ちろ！剣道！フッ！セイハイ！落ちろ！フッ！セイハイ！落ちろ！それでセルヴァン、我が剣だ。はっ。はっ。
それで。どちらになさいま。およ。それで。それで。それではお嬢様。
我が眷属来い。吸っていいぞ。血をすする。こっちに。血をすする。我が眷属。食事の時間。吸っていいぞ。セルバン。食事の時間だ。血を吸う。血を吸っていいぞ。食事の時間だ。ふっ。はっ。はっ。さっさ、決めた。血を吸うんだ。はっ。せい。血を吸うんだ。はっ。せい。はっ。はっ。せい。はっ。飛べ。血をすする。それではお嬢様。それセルバン来い。行け。セルバン。フッ。セイハン。落ちろ。フッ。セイハン。落ちろ。フッ。セイハン。飛べ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 。フッ。セイハン。落ちろ。デモンフォームケチラ。デュリーティス。
聞きたいんだけど。何？今からでも聖女を辞める気ない？聖女はそのすごく危険な仕事だし、なんなら私が君を養っても、とにかく聖女なんてやめた方が。アーナス様、それ以上は。それは警告。お客様の安全を守るのも支配人の務めです。アーナス様、心配してくれてありがとう。でもあなたが蛇妖退治を頑張っているように、私も何か頑張りたいの。だから聖女のお仕事は私に任せてね。どうやら説得は無理そうですね。はあ、どうしてくれよ。アーナス様、とりあえず今日は島を散策しましょう。散策？もう約束したじゃない。それに昼のうちに島の地理を把握しておかないと、夜にどこに行けばいいかわからないでしょ。そうだね。それじゃあ今日はいろいろと見て回ろうか。ええ、行きましょう。いやー、ここがルースワール島ですか。なかなか良さそうなところですな。ここがルースワール島か。お宝の匂いがプンプンするぜ。おや、観光客の方ですか。まあそんなところだな。ちょっと行きたいところがあるんだ。ほうほう、それは奇遇ですな。実は私もなんですよ。へえ、それはひょっとして。ここは、ほら、お客様が来たようですよ。待っていましたよ、エージェントアーナス。君は？こいつはいつもの黒猫だな。何甘えてるんだか。私は魔剣ヨルドの番を任されております、教皇庁の巫女。この姿は夢の中での仮の姿です。よかった。一瞬知っている子かと思ったよ。エージェントであるあなたや新聖女はともかく、夢の中で姿を保つのは私にとっては難しいのです。夢が覚めかかってる。エージェントアーナス、時間があまりないようですから要点だけ説明します。あなたが蛇妖狩りで集めてきた青市の格納場所についてです。格納場所？遠い昔、聖女が常しえの夜を封じ、世界を覚めぬ夢から救い出した時、一つだけ
予期せぬことがありました。青い血です。聖女の封印で傷ついた夜の君は青い血を盛大に吹き出し、それは青い雨となって世界中に降り注ぎました。そして青い雨に触れた者は魂を闇に落とし、邪妖と呼ばれる化け物になってしまった。だから私みたいな血に耐性のあるエージェントに邪妖狩りを命じて青い血を回収させるでしょ。何か問題でもあったわけ？その青い血の格納場所です。現在青い血を安全に保管できる方法はたったの3つ。1つは各エージェントに支給されているロジエクロック。これに一時的に青い血を凍結する方法。2つ目は魔剣ヨルド。デスタンと呼ばれるもので青い血を奉納、剣に定着する方法。そして3つ目があなたです、エージェント・アーナス。私？あなたはあなたの心の強さだけで妖魔の青い血を封じ込めている。あの青い雨を浴びて人として心を自力で保っているのはもはやあなたくらいですよ。そりゃあどうも。ロジエ・クロックも魔剣ヨルドもあなたも青い血を貯めれば貯めるほど闇に近づき、いつ闇に落ちるとも知れません。ですがそれは同時に夜の君に有効な力でもあるのです。血を与えれば与えるほど強くなる。そこで教皇庁はあなたが集めた青い血の使い道はあなたに一任すると決定しました。ロジエクロックに貯めるもよし、ヨルドの剣に使うもよし、あなたの力とするのもよし。さあ決断を。今回はデスダンをやってみようかな。わかりました。では清掃に着替えていただきましょう。なんだ、この格好は。デスダンを行う際の清掃、聖白の方位です。血とは体内を巡るもの。そこに大きな力を流し込むには間の障壁は少ない方がいいのです。だからってこの格好は。こんなの。大丈夫です。ここは夢の中。ここには私とあなたの他には誰もいません。あなたもいましたね。とにかく早くデスダンを行わないと夢が覚めてしまいます。ロジエ・クロックが夢とうつつの境をつなぎ止められる時間は限られています。急いでください。だよ。もう。ヨルドに血を奉納する。力が満ちてくる。
が溢れてくる。夜の力を手に入れた証です。これであなたはより強くなりました。今まで戦ったことがある邪妖もより簡単に倒すことができることでしょう。そうなんだ。確かに今までにない感覚だ。そろそろ時間のようですね。最後に一つだけあなたの問いに答えましょう。君のその仮の姿のことなんだけど、私の知り合いにとてもよく似てるんだ。君、リュリーティスと関係があるの？これはおそらく私の若い頃の姿でしょうね。私も聖女の血筋ですから、新聖女と似ているかもしれません。でもどちらかというと。あなたのイメージに影響されているのではないかと思います。あなたが新聖女のことをとても気にかけているから。それはそうだよな。うん。時間ですね。あ、そうだ、君のことをなんて呼べばいい？お役目に着くとき、子は捨てました。ただ、ヨルドの御子と。わかった。それでは、次のデスダンで。ちゃんと手紙は届けてくれたかしら？そう。でも危険ね。あの子はいささか聖女に思い入れが強すぎるように思えるの。今回の計画は決して失敗するわけにはいかないわ。もし過ちを犯せば世界は。念のため手を打っておいたわ。あの子が裏切った時のために。おはよう。もうアーナスったら脅かせないで。もうそんな時間なの？だよ。出てって。なんで？着替えるからに決まってるでしょ。ほら早く。女同士じゃん。恥ずかしいの？変なの？おはようございます、アーナス様。リュリーティス様を見かけませんでしたか？まだ部屋にいるよ。彼女、多分聖女のお役目のことで悩んでるんじゃ。さようでございますか。もしかして怒ってる？何のことでございましょう？遅れて申し訳ありません、支配人。
あら、おはようございます、アーネス様。どうしたの？いや、支配人が笑いながら怒ってるんだ。怒っておりませんよ。ですって。アーネス様の思い違いよ。うん。支配人、リュリーティスのことで怒ってるって？怒ってはおりませんよ。ただ…やっ！ん？自信作です。なるほど、それはひどい。お分かりいただけたようで。ちょっと待って、最後のは違うんじゃなくて？私の知るリリーティスはここまでドジっ子じゃなかったぞ。料理の腕はともかく。ええ、使用期間中はもっとしっかりとこなしてくれたものです。カップケーキ以外は。とにかくリュリーティス様の度重なるミスは精神的なものでございましょう。そうだね。リュリーティス、何か気になることでもあるの？ケーキの話は置いといて。別に何もないですわ。明らかですよ。リュリーティス様は左手を眺めてため息をついていらっしゃる。これが示すものは。手荒れかな。指輪でございますよ、アーナス様。そっか、大切なものなんだね。なくしたの？お守りみたいなものなのよ。ローズガーデンに連れて行かれた時、どこかで落としてしまったみたいなの。何がニャオーだ。指輪食べちゃうなんて、あのバカ猫。お前か、待て。頑張って、アーナス様。頼みますよ。いいですか？話すときはお客様の目を見て話します。はい。お客様が我々に声をかけるとき、従業員個人を頼るのではありません。当ホテルのすべてを頼っておられるのです。ですからリュリーティス様、あなたも当ホテルで働く一員として自信ある笑顔を身につけてくださいね。へえ、新人研修？アーナス様、そうなの。支配人さんにお願いして従業員としてのお作法を教えてもらってるの。聖女であるリュリーティス様にメイドの仕事をさせるのは忍びないのですが、どうしてもと頼まれまして。いいじゃない、リュリーティス楽しそうだもの。頑張ってね。ええ、ではお嬢様、失礼いたします。